衝撃の存在だった。当時からもう代表入ってたし、オリンピックの年だったんだよね。だから練習あんま来てなくて、あんま来てないから仕方ないんだけど、全然人の名前覚えない。当時はカリナさんだったから。でもさんって呼んじゃいけないんだよ、絶対先輩のことは。でもなんかカリちゃんもすごい私のことを気にかけてくれてっていうか、すごい優しくしてくれてて、さあこうやってサナハットとかとさ超喋ってんじゃんとか言って、下の子にもうちょっとちゃんとしてよってさ、なんかタメから怒られるんだけどやばくないとか言って、それ私に言ってくるんだ。いやだからまあそんなカリちゃんには救われた日体大の1年生時代でした。はい、じゃあ次ご覧いただきありがとうございました。ウォンティ会員登録してフルバージョンもぜひご覧ください。 A チャンネルの Twitter と Instagram もぜひフォローしてくぜよ。ぴょん。